心に火を灯す言葉2月20日こんにちは飛田たジョーです今日の心に火を灯す言葉はこちらです強く激しい言葉はその人の主張の根拠の弱さを示す強く激しい言葉はその人の主張の根拠の弱さを示すこれはフランスロマン主義の詩人 小説家であるヴィクトル・ユーゴーの言葉です。彼の代表作には、レ・ミゼラブル・アーム・ジョーがあり、読んだことのある方も多いかもしれません。私も若い時代に、レ・ミゼラブルを読んで、感動したのを覚えています。この言葉は、文字通り、強く激しい言葉を使う人というのは、 その人の主張の根拠が弱いからだ、と言ったものです。確かにそうかもしれませんね。強く激しい言葉は、その人の主張の根拠の弱さを示す。自分にも思い当たるところもあるのですが、主張の根拠は乏しいために、強い口調や語気をあげたりして、強い言葉を使ってしまう場合もあるような気がします。 あななたにもそういうういい経験はないでしょうか。これがわかると他人の言葉を聞いた時に強く激しい言葉を使って主張している人というのはその主張の根拠が弱く自信が,ないか自信がないからだなということがよくわかります主張に自信のある人というのは静かな口調で冷静に話すものですあるのです 何か主張をしたい時には激しい言葉遣いにならないように注意した方が良いようです。